JR 京都線、JR 京都線、JR 京都線は、西日本旅客鉄道、JR 西日本東海道本線のうち、京都府京都市下京区の京都駅から、大阪府大阪市北区の大阪駅までの区間に付けられた愛称である。この愛称は1988年3月13日から使用されている。ほぼ全区間で、阪急電鉄の京都線とも呼ばれる。 京都本線と並行し、近畿日本鉄道にも京都線があり、それぞれ大阪駅、梅田駅、京都駅で接続しているため、それらと区別するために JR とつけている。JR 西日本のアーバンネットワークの路線網の一つである。東海道新幹線、阪急京都本線に並行して、淀川右岸を走り、京都市と大阪市を結んでいる。ラインカラーは青であり、 JR 神戸線とともにアーバンネットワークのメインラインという位置づけから JR 西日本のコーポレートカラー自体がそのままラインカラーとして使われている。路線記号は A。当該区間での旅客案内での路線表記も基本的には東海道線ではなく JR 京都線で統一されているが例外として新大阪駅では高槻、京都方面のみ JR 京都線と案内され、大阪方面は JR 神戸線及び JR 宝塚線といった大阪駅線の直通先の愛称で案内されている JR 神戸線の天ヶ崎駅、琵琶湖線の山品駅でも同様の対応が取られている。なお、駅そい付けの運賃表や一部の路線図では、格好書きで東海道線と併記される。全線にわたって、 阪急京都本線と競合しており、他に、京阪電気鉄道の京阪本線とも、競合関係にある。これらに対抗するため、京都駅大阪駅間を新快速で最短28分で運転している。全区間が方向別複々線であり、環球分離運転が行われている。大阪駅から日本海側を循貫して、青森駅まで結ぶ路線の総称。 日本海中貫線の一部となっており、日本海中貫線の列車が多く乗り入れる。全区間が JR 西日本近畿統括本部の管轄であり、IC 乗車カード、アイコカのエリアに含まれているとともに、旅客営業規則の定める大都市近郊区間の大阪近郊区間及び電車特定区間に含まれ、区間外よりも割安な旅客運賃が適用されている。 京都駅向町駅間は上下内外側線を構成する複々線と貨物線一線を加えた5線区間で、向町駅茨城駅は複々線となるが、茨城駅からは再び貨物線が分岐する。茨城駅吹田貨物ターミナル駅間は5線、上下内外側線と貨物線、吹田貨物ターミナル駅から新大阪駅にかけては、上下内外側線に、梅田貨物線と、 北方貨物線の副線を加えた発線区間となっている。隣接する、琵琶湖線や JR 神戸線と一体的に運行されており、湖西線や福知山線、JR 宝塚線との直通列車も設定されている。乗車券のみで利用できる列車は、停車駅の少ない順に新快速、快速、普通観光電車の3種別があり、この他に、北陸、 関西国際空港、南紀、山陰方面などへの特急列車が加わり、複々線を有効活用したパターンダイヤが組まれている。ほぼ全線にわたり線形は極めてよく、外側線は一部の曲線区間を除いて時速 130km 運転が可能である。内側線も時速 120km 運転に対応している。 基本的に15分サイクルで運転されており、22時、土曜、休日は21時を過ぎると20分サイクルになる。朝通勤時間帯下り、大阪方面は8分サイクルが基本となっている。基本的に1サイクルに新快速が1本、快速が1本、京都駅あるいはそれ家始発の普通が1本、高槻駅発の普通が1本である。昼間時間帯は、 基本的に15分サイクルに新快速1本、快速1本、高槻駅発着の普通1本、京都駅発着の普通1本である。曜日、時間帯によって、高槻駅京都駅の普通列車の本数は変わる。夕ラッシュ時間帯の上り、京都方面は昼間時間帯と同様のダイヤであるが、再ラッシュ時間帯において、大阪駅始発の新快速が3本設定されており、 その時間帯については新快速の運行が7.5分間隔となる。夜間は20分サイクルとなる。JR 発足後、天皇寺発議だった南紀方面の特急や、地図急行線開業で運行を開始した山陰地方への特急、スーパーハクトなどが、新たに京都駅まで直通運転されるようになり、この区間の特急の列車本数は増えた。特に、 関西国際空港開港と同時に運転を開始した特急、はるかは、その1年後には、すべての列車が京都駅まで定期列車で入るようになり、新大阪駅京都駅間は、北陸方面との特急、サンダーバードなど、他の列車と合わせ1時間に4本程度が運転される特急街道になっている。阪和線に直通する特急、はるかや黒潮は、下り列車が、 水田貨物ターミナル駅から大阪環状線の西九条駅まで、上り列車が西九条駅から新大阪駅まで、それぞれ梅田貨物線を走行し、大阪駅を経由しない。京都駅30番乗り場発の下り列車は、京都貨物駅構内を通り、向こう町駅構内で折外側線に合流するため、この区間を外側線で走る特急や新快速より若干、 所要時間が余計にかかる。この区間を走行する優等列車は2016年3月26日改正時点では以下の通り、特急、急行列車以外では最も停車駅の少ない速達列車である。JR 京都線内の停車駅は京都駅、高槻駅、新大阪駅、大阪駅、特に 京都駅高槻駅間 21.6km は無停車となる。JR 神戸線姫路駅、山陽本線、阿保市駅、上郡駅、阿光線万州阿光駅から JR 京都線を、京湯琵びわ湖線長浜駅、北陸本線大見塩津駅、鶴ヶ駅まで直通運転している。日中時間帯は、大阪駅京都駅間で1時間に4本。 運転されており、このうち3本が、琵琶湖線安駅、長浜駅発着及び、北陸本線経由大見塩津駅発着、1本は、古西線経由鶴ヶ駅発着である。この時間帯の下り列車は、京都駅を、また上り列車は、大阪駅を、それぞれ毎時0.1530.45分の15分間隔で、発車し、京都駅大阪駅間を28の29分で、 結んでいる。夕方ラッシュ時から21時台までは、大阪駅京都駅間で基本4本であるが、18時台は、大阪始発の列車3本が入るため7本、7分半間隔で運行されている。大阪発18時台の敦賀駅が、京都駅から、湖西線経由の、快速、小ごと温泉駅にも、停車として運転する以外は、すべて琵和湖線に直通する。このため、 大阪発15の18時台の30分発は、前原経由、鶴ヶ駅として運転されている。全列車が、全区間で、外側線を走行する、かつては新大阪駅大阪駅間のみ、内側線を走行していたが、新大阪駅配線改良により、現在の形になった。全列車網市総合車両所所属の225系、0番台、223系1 0 0番台、 2000番台が使用されており、12両編成、平日夕方の大阪市発は8両編成で運転されている。土曜、休日は2011年3月12日のダイヤ改正から、平日は2017年3月4日のダイヤ改正から一部を除いて、姫路駅前払い期間を終日12両編成として混雑緩和を図っている。快速は、 京都駅を越え琵琶湖線や一部は、湖西線と直通し、大阪駅からは朝ラッシュ時の一部を除き JR、神戸線へと直通している。JR 宝塚線とは直通しない。JR 京都線内の停車駅は、京都駅、長岡京駅、高槻駅、茨城駅、新大阪駅、大阪駅。JR 京都線の全区間を快速運転する列車は、下りは、 京都発基準で朝5時台から8時過ぎまでの15本土曜、休日は5時台の6本上りは大阪発基準で朝5の7時台の6本土曜、休日は5.6時台の4本のみで日中以降の JR 京都線での快速運転区間は高槻駅大阪駅間であり京都駅高槻駅間は各駅に停車する普通として運転している 2003年11月28日までは全区間で快速運転する列車に須磨駅、舞子駅、垂水駅を通過する設定があった。平日朝は高月駅大阪駅間で外側線を走行しており、223系1000.2000番台と225系を用いて時速 130km で走行する。朝ラッシュ時間帯大阪方面駅は、 おおむね8分間隔の運転である。日中から夜21時台にかけては、大阪駅京都駅間で1時間に4本が運転されており、この時間帯の高槻駅京都駅間の各駅での停車本数は4から8本、時間帯によって変動するである。この時間帯の下り列車は京都駅を毎時9.2439.54分、また上り列車は大阪駅を 毎時8.2338.53分の15分間隔で発車し、京都駅大阪駅間を41分で結んでいる。平日の日中以降及び土曜、休日ダイヤでは内側線を走行する。2006年3月17日までは全区間で快速運転を行い、外側線を走行する大阪発17時台の快速安い機が運行されていた。 2004年10月15日までは17から19時台の50分発で、安駅、草津線、津毛駅、古西線、大見、今津駅にそれぞれ直通していた。車両は、アボス総合車両所所属の221系、223系線番台、2000番台、6000番台及び225系0番台が使用されており、6.80.12両編成で運転されている。 普通は各駅に停車する列車であるが、ここでは JR 京都線内の全区間で普通として運転される列車について解説する。高槻伊藤の未各駅に停車する列車については、前節を参照。国鉄時代の通称である京阪神観光線、観光電車と呼ばれることがある。全区間で内側線を走行する。日中から21時台までは1時間に8本。 運転されている。日中は8本とも高槻駅発着であるが、夕方ラッシュ時から21時台までは高槻駅、京都駅発着が4本ずつ運転されている。土曜、休日ダイヤの11.12時台では高槻駅、京都駅発着が4本ずつの運行である。朝ラッシュ時以外は大阪駅京都駅間で後続の快速より先着し、 朝ラッシュ時も高槻駅京都駅間は、後続の快速より先着する。大阪発で平日ダイヤの朝7時台に、琵琶湖線直通草津駅が1本設定されている。また、平日朝5時台の高槻発3本と京都発1本は、JR 神戸線、加古川駅として運行されている。区間列車として、高槻発5時と平日6時台に、 京都行き、京都発令時代の最終で、高槻行きの設定がある。また、毎日朝には、大阪駅水田駅間の列車が1、往復設定されている。車両は、阿保市総合車両所所属の207系、321系電車が使用され、すべて7両編成で運転されている。百七十二年三月十五日の、新幹線の岡山駅までの開業に伴う、 ダイヤ改正で、昼間15分パターンのダイヤが生まれた。当時の1時間の運行本数は、大阪駅水田駅間で8本、水田駅京都駅間で4本であった。上り京都方面を例にすると、新快速、快速、大阪駅で新快速対比、普通、甲子園口発京都行き、普通、西赤市発水田駅の順に、大阪駅を発車するパターン15分ごとに、繰り返される。 普通が、西赤市駅水帯機間と甲子園口駅、京都駅間に、系統分割されたのは、西赤市発京都駅で、直通運転すると当時、内側線を走行していた、新快速に追いつかれるからでや。さらに朝晩時間帯は、高月駅発着の列車も運転されていた。1985年3月14日の、改正で日中の快速が、 高槻駅京都駅間で各駅に停車するようになり、この時間帯の運転区間は大阪駅高槻駅間となった。201系が投入されたことにより、スピードアップが図られ、大阪駅水田駅間で6本、水田駅高槻駅間が4本の運行パターンとなった。朝、夕方の一部列車は草津駅まで延長運転されるようになった。 1986年11月1日改正では、新快速が外側線運転に変更されたのに伴い、日中時間帯は高月駅発着に統一され、運行本数も1時間に8本に増発された。京都駅ビル開業の1997年9月1日の改正で日中の高月駅発着の半数が京都駅発着に延長され、2002年10月5日、 改正で JR 神戸線直通系統が京都駅発着、JR 宝塚線発着系統は高槻駅発着に統一された。2010年3月13日改正で日中の高槻駅京都駅間の運行本数が1時間に2本に減便された。2011年3月12日改正で麻生の JR 宝塚線からの上りと 下り山ヶ崎行きの一往復が、水田駅発着に変更された後、2013年3月16日改正で、現在の形態となっている。2015年3月14日、改正時点で、大阪発、毎日21時台には、湖西線大見舞湖行きが設定されていたほか、湖西線片田を、毎日6時台に出発して、大阪方面へ向かう列車が設定されていたが、 2016年3月26日のダイヤ改正で、古西線と直通し、JR 京都線内全線を普通として運転される列車はなくなっている。平日、休日にかかわらず、毎日、始発から終電まで、207系の大阪側から5両目と321系の5号車に、女性専用車が設定されている。プラットフォームの当該号車の乗車位置には、 女性専用車の案内が表示れている。なお、ダイヤが乱れた際などに、女性専用車の設定が解除されることがある。JR 京都線では2002年12月2日から、女性専用車を導入し、始発から9時と17時から21時まで設定されていたが、2011年4月18日からは平日。 休日にかかわらず、毎日、始発から終電まで、女性専用車が設定されるようになった。なお、京都駅を越えて、JR 京都線と美琶湖線を直通する、京阪神観光線の207系、321系による列車についても、列車の運転全区間において、女性用車の設定は維持される。大晦日深夜から元旦にかけて、JR 京都線では全線。 運転区間は、京都駅 JR 神戸線西明石駅間で、普通のみ、約30分間隔で、終夜運転が実施されている。かつては、奈良線にも乗り入れ、奈良駅、奈良線経由京都駅大阪駅、西明石駅間で運転されていたこともあったが、奈良線への乗り入れは1999年度限りで、終了している。貨物列車は、全列車。 大阪駅を経由せずに、茨城駅構内で分岐し、水田貨物ターミナル駅へと向かう貨物線を運転している。山陽本線に直通する貨物列車は、水田貨物ターミナル駅、宮原奏車場甘崎駅間の通称北方貨物線を経由する。桜島線味川口駅への貨物列車は、水田貨物ターミナル駅から、梅田信号場を通り、 大阪環状線に支給上駅に至る梅田貨物線を通る国鉄分割民営化後の使用車両を記述するこのほか、大阪駅向こう町奏車場間では回送列車として浜風やサンダーバードの一部列車が運転されているサンダーバードは大阪駅到着後そのまま神戸方面へ発車し塚本駅から北方貨物線に入り茨城駅構内で JR 京都線、外側線に合流するデクの時は、この逆ルート。この場合、JR 京都線内は編成の向きが逆向きになる。すべて電車で運転されている国鉄分割民営開構は、すべて電車が使用されていた。以下では、JR 京都線内にある各停車場、駅、信号場の営業キロ、停車列車、接続路線を、 一覧表で示す、廃液、廃止信号場については、東海道本線廃液を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。